ヨハン三世は、最後のカワエルンシュトラウビング公、アルブレヒト一世の三男、ビルヘルム二世、アルブレヒト二世の弟、フランスメージャンド・バビエル。1389年に、リエージュ司教君主に就いたが、強圧的なため、リエージュ市民と対立した。1394年1402年と反乱に遭い、1406年には、市民から灰を宣告。 対立候補を選出され身の危険を感じ、1408年にアニビルヘルム2世位、下兄のブルゴーニュコージャン1世の力を借りて鎮圧した。だが、反乱に参加した市民層や聖職者たちを容赦なく、処刑、都市の自治権や役職も剥奪、廃止するなど徹底的に弾圧したため、不穏な状態はその後も続いた。1417年に、 ビルヘルム二世が死去したとき、名のジャクリーヌが、エノホラント、ゼーラントを相続したことに反対、死去を辞任して、シモバイエルンシュトラウビング公となり、フック派に対抗するタラ派の支援を受けて、ネーデルラントをめぐり戦争を始めた。翌1418年に、ルクセンブルク女皇エリーザベットと結婚、同族のローマ王ジギスムントの後ろ盾を得て、 ネーデルラントに進出するムコアコことも対立した。ジャクリーヌとそのオット・ブラバント公ジャン4世との戦いを優位に進め、1419年にトルトレヒトの陥落を機にジャン4世への共同君主とすることを認めさせたが、1425年に独殺され、子がなかったためシュトラウビング系は断絶した。死後、おいのフィリップ3世が、 ヨハン3世の相続権を主張、イングランドに亡命し、1422年にジャン4世との結婚を解消して、グロスター公ハンフリーと再婚したジャクリーヌとの戦争に勝ち、1432年にエノホラント、ゼーラントを獲得した。シュトラウビングは1429年に、同族のルートビヒ7世、ハインリヒ16世、エルンストがそれぞれ分割相続した。 画家ヤンファンエークを1422年から1424年まで一時的に宮廷画家として召し抱えていたと考えられている。その後ファンエークはフランドルへ移り全領校の宮廷画家となっている。堀越 P27P28P34P35 カルメット P140P143 堀越 P51 カルメット P190 キド、P258、PN80。カルメット、P192、P212、P214。キド、P258、P259。ホリコシ、P59、P60。カルメット、P214、P217。キド、P259、P262。ホリコシ、P24、P25。ありがとうございます。